そして今日の特集はその影響が大きい流通がテーマですね。はい、そうですね。はい、今月ですね、うん、スーパーマーケットのマックスバリュ北海道と合併しまして、うん、新たなスタートを切ったイオン北海道に注目しようと思います。たず、うんはい、さん、イオンは行ったことありますよね。もちろん。もう地域にはね、うん、もう欠かせない存在になってますよね。うん、<laughs> そういうあの、はい、消費者の方多いと思いますけれども、はい、まずですねこちらの数字をご覧ください。はい 道内のスーパーの売上高なんですけれどもうん、うん、アークスやコープそしてそこを抜いてですね今回合併しましたイオン北海道がトップに君臨しているんですね、はい、先生、この合併どんんな狙いがあるんでしょうね、うん、あのやはりですねそのより、まあ、総合スーパーをやっていたイオンさん、うん、それから食品を中心にやっていたマックスバリューさんがくっつくことでお互いのメリットを生かしましょうということが大きな目的ですよね。うんはい そして、こうしたスーパーやはり競争が激しいわけなんですけれども、はい、どんなふうに差別化をするかというのが一つキーワーワドになるわけですね、うん、今回、新生イオン北海道が狙いますのは食品の部門で確固たる地位を築くということなんですね。うん、その戦略の一端が合併したマックスバリューの店舗にありました。